大阪市立吉野小学校は、大阪府大阪市福島区にある公立小学校、イタリア共和国ミラノーレアニ小学校と姉妹校提携を実施している。本校では、吉野小学校の遠隔に加え、戦災によって統合した新型国民学校、及び西野田国民学校の遠隔についても合わせて、記述する。吉野小学校は1911年、 大阪市北区西野田地域で3番目の小学校、大阪市第3西野田尋常小学校として、大阪市第1西野田尋常小学校より分離する形で、現在地に創立した。また、地域の人口増加とそれに伴う就学児童数の増加に伴い、第2西野田、第3西野田の2小学校の校区を再編する形で、 大阪市第4西野田尋常小学校が1919 19年10月3日に北区西野田新家東の町に開校した。1941年の国民学校令施向に伴い大阪市内の各小学校では創立番号順の校名は廃止して地名などを取り入れた校名へと変更することになった。これにより第三西野田小学校は大阪市吉野国民学校へ 第4西野田小学校は大阪市新経国民学校へとそれぞれ解消した。大阪市は1943年4月1日付で行政区の分属区や協会調整を実施した。この際に西野田地域の大半は従来のこの花区から新設の福島区へと移ることになった。一方で新経国民学校の校区内をこの花区、 福島区の協会が通ることになった。このため、文区と同時に、新たな行政区の協会に合わせる形で、新家国民学校校区の再編を実施し、従来の新家国民学校校区の内子の花区側に残った地域は、大阪市西区城国民学校校区へ編入されている。太平洋戦争の選挙区悪化により、1944年には、 学童集団疎開が行われることになった。吉野国民学校の児童は広島県足名国へ、神経国民学校の児童は広島県深谷津国へ、それぞれ集団疎開を実施している。西野田国民学校は1942年に創立した。学校の源流は第1西野田小学校、第3西野田小学校の2校の高等化に遡る。 第三西野田小学校は1914年に高等科を併設した。1927年以降、第三西野田小学校の高等科は男子児童のみを受け入れ、女子児童は第一西野田小学校で受け入れる体制となった。1941年に出された国民学校令では高等科の義務教育科を定めていた。これに伴い高等科の教育を充実させるため、 玉川、吉野の両国民学校の高等化を統合し、高等化を単独で設置する大阪市西野田国民学校が1942年4月6日に開校した。西野田国民学校は、この花区、江成町、自動車教習所跡地を転用して設置された。1942年4月に玉川国民学校より女子児童を転入させる形で開校し、 ついで1ヶ月後の1942年5月には、吉野国民学校から男子児童を転入させた。しかし2年後の1944年には、勤労動員の対象となり、授業は行われなくなった。1945年には、大阪市の方針により、国民学校高等科は1行政区あたり1から2校の高等科単独国民学校に集約、統合させることになった。 これに伴い1945年6月1日付で、新家国民学校の高等化を廃止し、西野田国民学校へと統合した。しかし同日朝に、地域は第二次大阪大空襲の被害に遭い、西野田、新家の両校とも校舎を消失した。当日は統合記念式典が予定されていたが、式は同年6月下旬まで延期となっている。西野田国民学校は、 戦災被害のため1946年4月15日付で廃校となり、同校の男子児童は新家国民学校、女子児童は吉野国民学校へとそれぞれ編入された。また西野田国民学校の廃校により、新家、吉野の両校は高等化を再設置した形になった。旧西野田国民学校跡地は、えなり公園や福島区民センター、福島消防署となっている。 福島区役所の旧庁舎も、旧西野田国民学校は土地にあった。新規国民学校は戦災による地域の人口減少のため、戦前には千数百人いた児童が百人以下に減少し、九百四十六年度の初等科、新一年生の入学者は数人となった。西野田国民学校から高等科の男子児童を受け入れたものの、初等科の児童数が少ないために、 学校運営に支障をきたすとして、翌1947年に、吉野国民学校へと統合する形で休校となった。一方で、吉野国民学校は1945年6月1日の第2回大阪大空襲で校舎を反殖したものの、学校再開には支障はなかった。学生改革により、吉野国民学校は1947年4月1日、 大阪市立吉野小学校へと改編された。学生改革と同時に高等科は廃止され、吉野、新家良校の高等科児童の大半は、新家国民学校跡地を転用して、同年に設置された、新生大阪市立新家中学校へと編入学した。ありがとうございます。